今日は橋本さん変わるようなこと言ってたけど、ね、まあいいよ、どっちでもいいよ、変わるようなこと言ってましたね。てか小馬くんだから言ってたからね、まあ言ったんだよ、小馬くんは嫌だって言ってたから、なるほど、そうだね、忘れてた俺なんかその時で全員やるようだね。よろしいですか、お時間ですけど。おはようございます。今日12月5日、ですね、国際ボランティアデーです。それと私事で申し訳ございませんが、2008年にホンダが F1 が撤退しちゃったんです。すいません、私事で申し訳ございません。ただいまの出席議員は25名であります。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配布した通りでございます。日程第一、昨日に引き続き一般質問を行います。質問の通告がありますので順次指名いたします。はじめに加藤松尾議員の発言を許します。24番加藤松尾議員。はい、おはようございます。24番加藤松尾です。通告に基づき1問質問いたします。教育環境の充実についてであります。平成23年4月、文部科学省から出された教育の情報化ビジョン21世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して閉じの中で、今後の方向性が示されました。特に情報端末については、子どもたちの学習活動を促進するために、一人一台の情報端末環境を整備することが重要な鍵となると明記しています。今や高等教育課程では、学生の8割以上が個人パソコンを所有し、学習や就職活動の必須アイテムとなっていると言っても過言ではありません。今後の初等・中等教育課程のデジタル教科書の普及や、教育コンテンツの充実も急速に進むことが予想されています。世界の ICT 情報通信技術教育の先進国はイギリスです。保守党サッチャー政権、労働党ブレア政権と続く教育改革は、各方面からの批判など問題が噴出していましたが、この ICT 教育環境は重点的に整えられました。電子黒板の設置、それに伴う教員研修の充実、そして何より国家は膨大な予算を割り当てたと言われております。一方、我が国では ICT 教育を推進する佐賀県で、来春の県立高校全新入生約6800人にタブレット端末を購入させると決定しましたが、知事のトップダウンで押し切ったこの事業をめぐり波紋が広がっています。佐賀県多久市議会では10月21日、県立高校のタブレット端末必須購入に反対する意見書を全会一致で採択しました。ICT 教育推進は良いが、県から一部補助が出るとはいえ、無線 LAN の設置など自宅で新たな費用がかかる可能性があるのに、保護者への説明が不十分であることなどを採択の理由としています。市場調査コンサルティング会社によれば、教育用 ICT 機器、教育電子黒板、教育用タブレット端末、の国際市場は2020年に2013年、75億円見込み、の 15.5 倍、1160億円になると見込まれます。タブレット端末が市場を牽引すると予想。また、教育 ICT 機器の導入は地方自治体が主体となり、それを総務省や文部科学省が助成するという形が作られつつあり、ある特定の年度に一斉に導入されるのではなく、2020年までに段階的に進むと予想しています。時代の流れの中、未来を託す児童生徒により良い教育環境の整備を提供し、真に本市が進むべき方向を見定めるため、以下質問いたします。1、東寺方小学校の増改修工事の進捗状況及び具体的整備内容、特色等について伺います。2、多摩第二小学校校舎建て替え工事の進捗状況について伺います。現状では平成23年度末、
完成という当初見込みは達成されるものと受け止めてよろしいのでしょうか。3、防災上の観点からも今後の学校整備の際には災害避難時の地域住民受け入れ機能の強化並びに避難生活長期化も予想される中での求められる設備等に対する認識についてお尋ねいたします。4、未来のイギリス社会を担う人材をどう育てるかを政府主導で考え、70年代から地域や家庭をも巻き込んで教育改革を進めてきたイギリスの例は日本の教育にとっても参考になりますが、本市における児童生徒の学力向上、常に自己啓発を図り社会と関わって生きていく人間の育成を目指した教育と支援体制に向けての具体的な事業計画方針について伺います。5、本市では今年度予算でタブレット端末を小学校2校、中学校1校に先行導入するとし、端末選定ではプロポーザル提案で小学校は iPad、中学校は Windows 8に決定をいたしました。今回の実証校3校に計84台のタブレット端末導入の目的及び具体的な活用方法や導入による波及効果、今後の他校への導入計画、さらに現時点での課題や懸念材料等があるのならお答えください。6、既存の校舎が ICT 活用を想定した設計ではないことや、これから教材として ICT 機器が実際の教育現場に整備されるべきであることから、全市的に新しい ICT 環境を構築するための予算としては、今後どれくらい必要となるとの認識でしょうか。さらに利用者（教職員）、児童生徒（問わず）の操作研修に代表される事前準備等のいわゆる見えないコストもできる限り抑えることに配慮することも重要ではないかと考えますが、市の見解は。7、ICT 活用に際しては利用者負担にならない環境を目指すことが利用者にとって大きなメリットとなり、本市の教育現場での成果につながるものと考えますが、市の見解をお示しください。また教育現場で扱われる情報には多くの個人情報や機密情報が含まれることから、情報への危機意識を持つことも重要と考えますが、市の見解は。以上ご答弁をいただき再質問をいたします。清水教育長。おはようございます。おはようございます。加藤松尾議員のご質問にお答え申し上げます。1-1についてお答えします。東寺方小学校の増改修工事の進捗状況ですが、増築棟についてはおおむね計画通り進行しており、来年度当初から使用を開始する予定です。また、既存校舎は2カ年にわたり内部の床、壁、天井の塗装、照明器具交換等の内装工事と外壁、屋上防水等の外装工事を実施しています。現在、本年度の改修範囲を終了し、残りの部位については来年度の夏休みを中心に改修を行う予定です。校舎改修にあたってはトイレの設備使用等を検討するトイレプロジェクトを設置し、児童アンケート先進事例等の講演会や他校の設置見学会の開催などを行い、その検討結果を校内に展示して意見を反映するなどの取り組みを行いました。2についてお答えします。多摩第二小学校校舎建て替え工事につきましては、基本設計が固まりつつあり、本年度中には実施設計を完了させる予定です。来年度予算には建設費を計上する予定であり、入札、契約議決等を経て、来年秋には工事を着工したいと考えております。校舎建築工事については、平成27年度末である平成28年3月の竣工を予定しております。3についてお答えします。災害時に避難所となる学校の防災機能については、帰宅困難者対策としての児童生徒の食料や毛布などの備蓄を本年度から3カ年をかけて実施します。また今後
学校施設の建て替えや大規模改修に合わせて、保護者に引き渡すまでの間の児童生徒の保護だけではなく、地域の方々の食料、備品等の備蓄機能や、電気、ガス、水道等のインフラに関わる代替機能等の整備が求められており、地域防災計画や避難所運営マニュアル等の検討に合わせ、関係所管で整備内容を検討しているところです。4についてお答えします。教育委員会ではこれまで2050年の大人づくりをキャッチフレーズに ESD 括弧持続発展教育括弧閉じを全小中学校で推進してまいりました。12月1日本市で開催されたユネスコスクール全国大会では、町内の各関係各部関係機関や企業にご協力をいただき、本市での取り組みと成果も発表したところです。また前日の11月30日に開催した子ども未来会議では、子どもたちが身近な地域の問題に向き合い、問題の解決に向けて意見交換し、エネルギーの地産地消や節電など未来の魂について提言をまとめ発表する様子を公開いたしました。またご質問のイギリスの教育改革の取り組みは、ESD で身につけさせたい資質、能力である問題解決力、批判的な思考力、コミュニケーション力、持続可能な社会形成に参画する態度などとも共通するもので、基礎的な知識や ICT スキルを身につけることも重視されております。今後も ESD の推進を継続するとともに、 ICT 推進モデル校や言語能力向上推進校の研究の成果を市内小中学校に広めていく予定です。5についてお答えします。タブレット端末の導入については、小中学校のパソコン教室に導入済みのディスクトップ型パソコンの老朽化に伴い、置き換えるための実証を兼ね、小学校2校に各21台、中学校1校に42台の計84台を導入するものです。具体的な活用方法としては、インターネットを使っての調べ物や画像を使っての発表、また図形問題の解析などのほか、児童生徒の意見や回答を集約、比較するための情報共有ツールとしての活用を見込んでおります。さらに、タブレット端末を介して、情報収集を迅速かつ拡大することから、児童生徒同士の話し合いや教え合いが活発に行われるようになり、探究的な行動による思考力、判断力、表現力の向上が波及効果として期待されます。今後の導入計画としては、2カ年に分け、平成26年度に小学校8校、中学校4校、平成27年にも同じく、小学校8校、中学校4校を対象に機器の更新を行う予定です。また、現時点での課題としましては、ICT 機器の取り扱いが不慣れな教員に対するサポート、効果的なソフトウェアの活用などがあります。この点に関しましては、各学校に派遣している ICT 支援員を活用し、操作習熟の研修及び補助に当たらせる予定です。6についてお答えします。今後全校整備にかかる経費としては総額約3億2500万円を見込んでおります。また操作研修等の事前準備については、構築と研修を一体契約として実施することで、操作確認と研修を同時に行うなどコストの節減に配慮し、効果的・効率的に実施できるようにしてまいります。7についてお答えします。 ICT の活用は時代の潮流であり、今後国際社会に生きる子どもたちにとって必要なツールであります。こうした ICT に関わる教材の整備については、
現状では学校で環境整備することが必要であると考えます。また教育現場における情報の取り扱いについては、すでに定められている基準やガイドラインを遵守することはもちろん、今回のタブレット導入の状況に合わせ、機器の取り扱いも含めた運用のルール作りを進めていきます。また、教員を対象とした情報セキュリティ研修の実施と、児童生徒が使用するタブレットと教員用端末とはネットワークを分離し、人的・技術的の双方からセキュリティ対策を進めてまいります。以上です。はい、加藤議員、はい、ご答弁ありがとうございました。それでは1番目から順次、時間の許す範囲のにおいてですね、再質問させていただきたいと思います。まず1番目でありますけれども、東寺方小学校の増改築についてお尋ねをいたします。先ほどのご答弁、教育省からのご答弁によりますと、増築校舎の工事が平成25年度、現行者工事は平成25、26年度という、予定は順調に推移しているというご答弁をいただいておりまして、確認をいたしました。それでですね、増築と現在、突貫工事を進めて、急ピッチで今、工事が進められているわけでありますけれども、増築等については、来年度当初からと申し上げますと、4月1日からですよね。これが使用が開始ができるという理解でよろしいのか、まずお尋ねをいたします。川田教育部長。増築の部分につきましてはスケジュール通りの工程ということで現在進捗してございますので、4月から使うということでよろしいふうに考えております。加藤議員。はい、わかりました。それでですね、増築等については、いただいた資料等によりますと、新たにエレベーターの機能も設置をされるというふうになっておりますが、このエレベーターはですね、平成25年度中でやはり完成をして、同じように来年の4月1日からこれが利用が可能なのかどうか、これが1点。で、もう一つはですね、同じく増築棟の中の2階の部分に、ランチルームが、設置をされるということで今進められているわけでありますけれども、このランチルームというのは何名が、その一度に利用できるのか、資料によりますと18テーブルありますので、これで1つのテーブルで6人が、椅子を利用するということですので、合計100名4のですね、児童が利用できるというふうに捉えてよろしいのかと、これもお尋ねをいたします。川田教育部長。はい、エレベーターの稼働でございますが、25年度から使用が可能というふうに考えております。またランチルームにつきましては学年での使用等も考えてございますので、2クラス分ということで、80人、ちょっと詰めれば100人ということも可能かというふうに思います。加藤議員。わかりました。これも来年の4月1日から実際稼働ということで、地元の住民関係者にとっては非常に、また何よりも実際にこれに通学をしている児童は非常に心待ちにしている状態でありますので、ぜひ無事故で工事を進めていっていただきたいと思っております。次にですね、もう2点ばかり確認したいんですが、一つは資料によりますと地域活動室というのが設定をされておりますが、これ具体的に4階建ての増築棟の中のどこの部分になるのか、そしてですね、それが1点、もう一つは新しいトイレについて、これは
増築棟の部分とそれから改修部分、既存校舎の部分の中の改修を行うということになっておるんですが、このトイレについては先ほどの教育長のご答弁によりますと、学校内でのトイレプロジェクトを立ち上げて、まあ中身を吟味をしながら子どもたちの声を聞きながらそれを反映した結果で今回のような内容になっているんだということなんですが、具体的にもう少しそのトイレの中身について説明していただければと思います。川田教育部長。地域の活動室でございますが、3階を考えてございます。でその地域の活動室ということで、こちらはPTA の方であったり、また地域の支援本部、またはいろいろな地域の方々と学校との相互調整するような、そういった場所として活用を考えております。それからトイレでございますが、トイレはどちらかというと学校のトイレは暗いですとか臭いですとかというようなイメージが子どもたちの中ではあるということで、子どもたちの その学校の中で用を足すということをですね、やはりこう控えてしまうというような傾向にあるということを言われています。それらの傾向をですね、変えていきたいということも含めて、今回の増改修にあたりまして、地域の方々がこれまで特に東寺方は PTA の方々がトイレのですね、清掃等につきましても積極的に取り組んでいただいています。でそういう中で、トイレについてのその改修をするのであれば、いろいろな検討もしていきたいんだというご意見もいただきました。そうした中でやはり、皆さんというか子どもたちがトイレをこう一般の家庭と同じように使っていただけるような雰囲気、そしてまた状況を作りたいというようなことで、参加型のトイレプロジェクトということで、させてもらいました。でその中では子どもたちにも意見を聞きました。で、子どもたちがやはり 使いたいといいますか、家庭と同じように使えるような状況をしていくという中では、今回は、1階部分といいますかにつきましては低学年ですね、低学年が使うところには水が流せるような、そういったことのトイレにいたしますが、それ以上の中学年高学年につきましてはドライ方式ということで、家庭と同じように水を使わないで清掃する、そういうような対応のトイレにしてございます。で、特に今回の場合は先進的なといいますか、何か所かのトイレも見させてもらっての対応いたしましたので、子どもたちがその中で多少ないともこう滞在といいますか、でも座トイレの中にこう座るベンチみたいなものをちょっと置いてみたりですね、そんなようなこと、それからあと特に子どもたちが明るい雰囲気ということで色目っていうんですかね、色具合なんかにつきましては子どもたちの意見を取り入れて、そういうようなトイレに改修をしていくという考え方で今整理をしているところでございます。加藤議員。どうもありがとうございます。ですね、今回先ほど申しましたように、トイレプロジェクトというものを立ち上げて、検討されたと、お聞きをしておりますけれども、東寺方小学校 の校長先生等のお話によりますとですね、実は小学校の、玄関入ったところにですね、実は模型が展示をされておりまして、私も先だって地元の青少年の会合に伺った折にですね、ちょっと勝手に写真を撮らせていただきまして、なかなかいいアイデア等がですね反映されてんだなというふうに思いまして、私も非常に感心をいたしました。今教育部長の方でお話がありましたけれども、非常に子どもたちの声もかなり反映をされております。聞くところによりますと、今回トイレのコンセプトはデパートのように豪華にというのがテーマだそうです。
で、まあ、何とも夢のあるテーマを掲げていただいてですね、まあ、感じた次第でありますけれども、増築棟の1階は人が入ると明かりがつきます。手洗いも自動で水が出ます。また増築棟4階はトイレの前には丸い大きな椅子が できます。水が自動で流れます。改修棟3階4階では外の景色がよく見えますと、とても明るく使いやすいトイレですと、非常に、私は今回教育委員会をはじめですね、所管の、方々、そして何よりも予算を計上して、いただいた市長、これを決断、一連の行動については非常に私は高く評価をしたいと思っております。このトイレというのはですね、まあ、私も幼い頃経験があるんですけど、特に小学生の頃っていうのはなかなかその学校の、部長が先ほどお話しされましたように学校のトイレっていうのは非常に使いにくい、汚い、臭いと、そういうイメージがつきまとっておりまして、私もどういうわけか、なかなか学校のトイレってそんな使った記憶がないんですね。で、先だっての読売新聞かなんかにも出ておりましたけれども、やはり今の子どもたち全員が学校のトイレを使っているわけではないし、結構我慢をしてそのまま自宅まで戻っちゃうというですね、そういう子どもも多いというような記事がありました。おそらく東寺方小学校のこの増改修が終わった時点ではかなり子どもたち、まあ、先を争ってこの新しいトイレをですね利用するんじゃないかと思っております。ぜひまあそうしていただきたいと思いますし、何よりもやはり地域の住民、PTA 関係、青少年の関係の方々がですね、この地域でこのトイレも含めた東寺方小学校、地元の学校をみんなで支え合って守っていく、そしてきれいにいつまでも維持していくんだという、そういう気概に燃えている地域でございますので、その点にまた、市側の方教育委員会も答えていただいたのではないかというふうに改めてこの席を借りましてですね、感謝申し上げたいと思っております。トイレはですね、1階がまあ床タイル式、2階は床シート式ということであります。これもあの地域の、地元の意見も取り入れいただいたということになっておると思います。たかがトイレという方もいらっしゃると思うんですが、なかなか手が届かないのもこれまでの行政のやはり、まあ、やりたくてもそこまでというのもあったでしょう。でもこれからおそらく学校教育はこれから申し上げる ICT の機器の導入と同時に、やはり特に一番心しなきゃいけないのはこのトイレの設備についての、市側、教育委員会の考え方というものがこれから大きくですね方向転換していただくきっかけになるのではないかというふうに私も期待をしております。じゃあトイレの話はここで終わります。次に、太陽光パネル発電について若干お聞きをいたします。これは資料によりますと、まあ、出力は3キロワットということなんですが、えらくあの所管としても遠慮したんじゃないかというふうに私は思うんですが、先ほどのまたトイレにちょっと関わるわけなんですが、実は太陽光発電で発電されたこの電気を、先ほど申しましたそのトイレの、便器の便座ですか、ここに、まあ、太陽光での発電を流して、その暖房便座を、導入していくと、こういうことなんだそうですが、この3キロワットというので、全て先ほど申し上げました増築棟、改修棟、全てのトイレの便座にはこの全て太陽光パネル発電による電力をで賄えるというふうな理解でよろしいでしょうか。河原教育部長。発電をしたものが直接そのトイレの便座のところに電力として使っているというようなシステムではなく、これは発電される電力量をですね、その電力量と同じ電力量の中で暖房便座を使っているということでございますので、直接その日光が当たってそこで発電したものが高くなっているというのではないというふうに、そこだけご説明させていただきたいと思います。
ただおっしゃるように、そこで発電された電力量でですね、暖房便座は賄われているということでございまして、ただ家庭のように一日中つけっぱなしということでありますと、当然それなりの電力かかってしまいますので、一定の時間の中だけ、子どもたちが使う時間帯だけその暖房が効くというようなシステムにしてございます。加藤議員。わかりました。いずれにいたしましても、工事の、予定通りの、遂行を、見守ってまいりたいと思います。2番目にまいります。多摩第二小学校の建て替え工事について何点か確認したいと思っております。校舎の工事は、平成26年27年度を実施して、完成が平成27年度末と、であとその他の、まあ、外壁だとか周りの工事等は平成28年度にかかると、こういうようなことなんですけれども、そういう中でですね、一つ素朴な疑問なんですが、既存整備で普通教室に今エアコン装置が設置されているわけですよね、二小の中には。でこの新校舎にはその今までのエアコン装置というのは流用はできないというふうに聞いておるんですけれども、そのできない理由、そしてもしできないとなれば、従来のその普通教室のエアコン装置というのは再利用の道というのはあるのかないのか、それを確認したいと思います。川田教育部長。現在使っているエアコンの設備そのものをですね、新築の校舎の方に設置ができるかといいますと、まあ、学校を使っている時期と、そしてまた建設している時期と重なる部分もございます。でそれらのことを考えますと、やはりそのまま今のものを使う、新築の校舎の方に使うということがタイムスケジュール的にちょっと無理があるということでございます。でただ今まで使っているもの自体もそんなに経年劣化とかしている状況ではございませんので、これらにつきましては、まあ、今各学校に設置しているものはですね、普通教室の部分についてだけ設置をしてございます。ですので、例えば特別支援等の増給が必要だとかといったときに、また設備が必要になってございます。そういうときにその設備は流用できるというふうにも考えてございますし、それから今使っているのはプロパンガスの使用でございますので、まあ都市ガスの部分についてはそのノズル等を変更してですね、流用といいますか転用させていただこうということで、それを処分してしまうとかっていう考えではなく、うまく転用を考えていきたいというふうに考えております。加藤議員。わかりました。まあ、プロパンガス方式をそのまま都市ガス方式にするにはかなり、まあ、いろいろな問題もあるのも承知をいたしておりますので、まあ、これについてはまた、十分、対応をですね、取っていただいて、まあ、決して無駄にならないということは理解しておりますので、その辺のところは皆さんにお任せをしたいと思っております。あと2点ほどあるんですが、今回の多摩第二小学校の新しいグランド、この校庭については、140メートルのトラックという形で、今ある既存の校舎の跡地というか、その場所に新たに設置をするという計画になったようなんですが、その中で直線コースとしては何メーターのトラックが確保できるのか、まあ、大体80メーターくらいかなというふうに私は思っているんですが、そのくらいでよろしいのかどうかというのが1点で、もう一つ、この中で校舎の新しい校舎の前、いわゆる都道の近くに多目的ホールと称するもの、これがですね、設置をする計画になっております。これについての収容人数というのはおよそ何名くらいなんでしょうか。100名程度というふうに考えてよろしいのかどうか伺います。川田教育部長。はい。運動場の
ところですが、まあ、直線での80メートルはですね、どうしてもこう直線ということになりますとゴール、それから集合場所等もございまして、80メートルはちょっと厳しいかなというふうに考えてございます。直線になりますと、はい、ですので60か70メートルというところになってしまうかもしれません。それから多目的の部屋につきましてはこれは市民開放も含めて検討されております。その部分につきましては、まあ、2クラス以上の人数が使えるということで、まあ、そこは多目的と言いながらも調理実習ですとかそういう時にも使う部屋にしてございますので、まあ、約100名弱の人数の方にご利用いただけるというふうに考えております。加藤議員。まあ、いずれにしても和田地域については、これも公共施設の適正配置の行動計画等でもいろいろ議論されているところでありますので、今日はそこについては深くは関わらないので、そのつもりはございませんので、あえて申し上げませんけれども、この多目的ホールも、まあ、和田の古見線の将来的なその絵がですね、まあ、市の皆さん方はどうしてもこれは約束だから作らなければという気持ちもあるのは承知しておりますけれども、まあ、暫定的な期間といたしましては多目的ホール等も地元に十分還元といいますかね、地域の住民の方々を大いに利用できるようなそういう仕組みに少しずつですね知恵を出していただきたいというふうにこれは要望しておきます。それでもう一つグランドなんですけれども、今新たなグランド新しいグランドができるまでの暫定期間、これもまさに暫定期間、およそ2年間でしょうか、工事期間中に工程グランドが完成するまで隣接する並木公園に暫定設置する予定であるというふうに聞いておりますけれども、並木公園の今ある、スペースをほぼまあほとんどを使うような予定になっているのか、一部端っこの方だけ使わせてもらうというような計画になっているのか、その確認が1点と、今話題になっておりますいわゆるこれから工事を始める時の契約に際しましての工事単価の今後の見通しについて、今どのような見通しを立っていらっしゃるのか、当初例えば12-13億で済むのがひょっとするともうちょっと増えるかもしれんとか、そのような見解はあればですね、お示しをいただきたいと思います。川田教育部長。前段の部分についてお答えをさせていただきたいと思います。今お話がありますように、今使っている校庭の部分に校舎を建てるということでなりますので、子どもたちが体育そしてまた遊ぶ場所としては下の並木公園を使わせていただく考え方です。ただ並木公園もですね、近隣の家族連れがですね遊びに来ているということもございます。それらを考えたときに全面的に全部をというわけにいかないというふうに考えておりますので、一部その今ありますどちらかというと川沿いの方にあります遊具等の場所につきましては、一般の市民の方々も使えるようなことで整理しなきゃいけないと思っています。ただ下には今度鉄棒ですとか子どもたちの体育の指導に使うそういった設備は下の部分にですね設置をしていこうと思っていますので、まあ時間的な部分もあろうかと思いますが、かなり広い部分では学校の子どもたちが学校で授業をしている間はかなり広い部分は子どもたち学校の子どもたちに使わせていただこうというふうに考えております。加藤議員。まあ、いずれにいたしましてもぜひお願いしたいんですが、今後の、まあいよいよ新年度でもって、契約そういった作業が我々議会も関わることになりますが、私の所属する子ども教育常任会等にも、逐次ですね、そういう動き情報についてはお示しをいただきたいというふうに要望しておきます。では2番目終わります。あとですね、3番目、4番目、5番目なんですが、特に私はですね、この5番目、それで時間があれば3番目等に行きたいと思うんですが、まず5番目のですね、小中学校におけるタブレット端末導入による実証実験について、少しお尋ねをしたいと思っております。
この実証校3校における実証事業については、市側の説明ですと、おおよそどれくらいなんでしょうか、1年間くらいをめどに、実証実験をやると、実験という呼び方がいいのかどうか、ふさわしいかどうかは別にいたしまして、そしてこの実証校3校におけるその成果で課題、そういったものを拾い出して、今後、全市的に2か年をかけて、全小中学校に導入をしていくと、こういう計画でいらっしゃると思うんですね。その中で、この実証事業については、いつ頃をめどにまとめられるのか、またそれは文書としてきちんと報告書として提出をされる予定なのか、その確認が1点。私は教育現場への ICT 導入の効果というのは、一つは学力向上に結びつくことを期待をしております、個人的には。そしてもう一つは防災教育に極めて有効であるということ、さらに災害時にも効果が期待できるということ、これが大きく2つ私は自分で個人的にはぜひこのタブレット端末導入とはじめですね、教育現場への ICT 導入もですね、積極的に進めていくべきであろうし、それが時代の流れであろうというふうに私は個人的に認識しておりますので、この辺は期待をしているんですが、今のこれからまさに始まろうとする教育現場での ICT の導入について、本市はどういう方向でどういう教育現場の理想に目指していらっしゃるのか、簡単でいいですから概略をご説明いただければと思います。はい、河田教育部長。先ほどのご質問の中の単価の上昇についてどうなのかというところから回答したいと思いますが、現状の中では大変物価というよりもその工事単価等がですね、上昇しているという情報があります。その中では各地のいろいろな公共施設につきましても、なかなか計画通り契約ができていないというような情報もございますので、十分に今後その部分については注視していかなきゃいけないというふうに考えていますので、場合によってはまた積算についてはそういった部分を見直しする必要が出てくることもあろうかと思っています。から今ご質問ありましたタブレットの関係でございますが、これにつきましては今年度実証実験というのといいますか、実証としての先行的に3校で導入をいたしました。で、現在使い始めたところではあります。で、先日同様な対応としての状況を見ていただくというようなことでご案内させていただきました東愛宕小学校では、まさに防災の教育の中でのタブレットの使用というようなことで、子どもたちが地域に出向いて、ここの建物のこういうところが危ないんじゃないかというようなところを自分でこう写真に収めて、でそれを発表をしてました。でここはこういうことでの大変危険性があるから、ここは避けなきゃいけないだとか、まさにそんなようなことで子どもたちは使い出しますと大変こう慣れるのが早いものですから、そういう中ではよく言うサクサクとこう使ってたというような状況がございます。で、そういうところと、それからあと学力の向上っていうところでございますが、これは一つの道具でございますので、いかにその使ってそれの早くにそのどういうところに課題があるだとか、それをどうやったら早くに解決できるかとかっていうための道具というふうに考えてございますので、それが全て、その学力がすぐにどうかっていうものではなく、道具だというふうに考えていただければと思います。それから、今後のその導入に向けての今実証中でございますが、私どもの考えでは年度内にはですね、年度内では一定の整理をしていきたいと思っています。そして、今使っていますソフトウェアがあるんですが、これにつきましても実際に使ってみて、自分たちが思っていた使い勝手と、それから今日進月報の中で新しいこういうものが出てきたときに、それをちょっと思考的に他のものも
使ってみて、こちらの方がやはりより効果があるというようなことも含めてですね、今検証させていただいてますので、年度内にはなんとかその報告をまとめていきたいというふうに考えております。加藤議員。はい、ありがとうございます。先だってのですね、私もこういう新聞があるというのは知らなかったんですが、たまたまネットで検索をいたしておりましたところ、教育家庭新聞というのがございまして、コロナ禍でですね、全国的に今タブレット端末の教育活用が活発に行われている、これは文部科学省のですね肝入りでもって、どんどん今導入を推進しているというそういう方向の中での動きだと思うんですが、その中に、この多摩市の、実証校3校にこの時は84台じゃなくて82台整備というふうに記載をされているんですが、小学校に Windows、 中学校に iPad を多摩市は導入を決定をしていると、こういうことがですね載っております。それで小学校が iPad で中学校が Windows 8になったと、これいろいろプロポーザル提案の中で家庭の中でそういうふうに決まったということですので、これはそのまま尊重したいと思うんですけれども、この中でですね、これに合わせて無線 LAN や充電保管庫、タブレット端末管理ソフトも導入をする、そしてなお中学校用タブレット端末はコスト減のためキーボードを後付けできるものとし、キーボードは今後別予算で導入予定だと、こういうふうに記載されているんですが、今この記載によりますと無線 LAN、 それから充電保管庫、それからタブレットの端末の管理ソフト等も導入するということになるんですが、これもう一度今私も一生懸命頭の中に思い起こしているんですが、今年度の当初予算では確かこの実証校3校含めて全体的な整備する予算として確か1億2、3000万の予算を当初予算を計上していたかと思うんですよね。その中で今言ったその無線 LAN の設置、これは3校について全部その普通教室っていうのか特別教室の中に設置をする中身だったのか、そしてそれを今後体育館とかそこについての設置というのがこれから考えるのか、これはすでに入っている予算の範囲内なのかどうかを確認したいんですが。川田教育部長。まず無線 LAN の考え方でございますけれども、無線 LAN につきましては現在のすでに設備されています公務支援システム含めての設備がございます。これらも活用した中で、例えば廊下ですとかそういうところ、または各教室ごとにですね、小型のアンテナをこう立てることによってそこで通信ができるようになるという、それをシステムがその無線 LAN と言われている部分でございます。それから充電の保管庫につきましては、これはタブレットですのでこう持ち歩きいたします。ですので持ち歩いてその先ほど言いましたような写真撮影をしたり常に画面をこう使ってしていきますと、一定の時間になりますと電源が不足してまいりますので、子どもたちが使った後には帰るときには毎日充電をしていく、これは本箱みたいな形になっておりますので、そこに差し込んでおくと充電をしていくというためのそういう保管庫でございます。それからあとその学校の敷地内ですねのところでは、先ほど言いました小型の無線のこう受信発信できる設備を持たなきゃいけませんので、それは体育館ですとかそれから校庭の範囲の中ではそれなんとか取れるくらいの設備をしていきたいというふうに考えております。そうすることによって教室の中だけではなく外に出ての勉強といいますかその活用ができるということです。それから中学校のですね部分のものですが、パソコンにつきましては皆さんが日常的に使っていますパソコンですが、こちらにつきましては手前にこう画面があって下にこうキーボードがあって、こう折りたたみ式になっております。この折りたたみ式になっていますそのタブレットの部分はその画面のところが中心でございますので、下のキーボードの部分については別売りのこう差し込み型
のもので活用ができるということがありました。一体になってますとやっぱり価格的にかなり高額になってしまいますので、それを上と下をバラバラにできるシステムのものを入れまして、キーボードだけは価格的に安いものをですね、整備させていただいて少しでも経費節減ということで考えてございます。はい、加藤議員。わかりました。いずれにいたしましても、無線LANにつきましては今ご説明いただいたので、教室、普通教室の中だけではなくてですね、グラウンド、それから体育館等でも、使えるというのは、よくわかりましたので、それはもう私も正しい選択だったと思います。話はちょっと災害の関係にも伸びるんですけれども、災害時の避難所としてもですね、小学校中学校というのがその災害時の避難所としての位置づけでございますので、そこにこの無線LAN等がですね、稼働であるというのはね、稼働できるというのは非常にですね大きな戦力になるというふうに私は考えております。実は東日本大震災の際ですね、固定電話とか携帯電話が使えない状況であってもですね、パソコン、インターネットを使った E メールは比較的ですね届きやすかったということがもう確認済みであります。ですから災害時にですね、情報が非常に重要な役割を果たすということは言うまでもないわけでありますが、東日本大震災ではインターネットを介して個人の安否確認とか被災者支援に重要な役割を果たすなど、従来にはない新たな活用がなされたというふうに私も聞いております。いわゆる学校における利活用の可能性を考えますと、もちろん教育現場での児童生徒の最先端の技術、それを使いこなせるスキルを持ってですね、対応していくっていう教育現場での今後の時代に合った教育というものも必要になってくるでしょう。でもう一つは別の観点から申し上げると、地域住民にとっても災害時における避難所としてのその機能を最大限発揮をする、そして何よりも一番、要になるのは行政から発せられる情報を地域の住民が的確に、正しくそれを受け止め、そして混乱のないように速やかに身の安全、そして生き延びるというですね、そういう具体的な行動に入るときに、この今申し上げましたこのタブレット端末あるいは電子黒板等を利用して避難所での対応を図り、住民に安心を届けると、これが非常に行政としてはこれから大事な観点かと思うんですね。そういう意味では私はちょっと結論めいたことを申し上げますが、実証校の3校につきましては早急にこのいいところ、あるいは改めなきゃいけない、改善しなきゃならないところをですね、もう最大限ですね、まとめていただいて、私たち議会の方にも速やかにその報告をまとめて、提出をしていただきたいと、これは要望いたします。そしてですね、時間の関係でもう少し詳しくやろうかなと思ったんですが、私は冒頭申し上げましたけれども、ICT 機器導入の教育現場での導入で最先端になっているのはやはりイギリスであると、これがですね、歴代の政権が労働党だ保守党に変わったとしても、教育現場での ICT 機器の導入は積極的にこれは国を挙げて推進をしてきたという、やはりそういう歴史があるわけですね。でね、義務教育を通じてその国内の青少年に最低限読み書きそろばんができるくらいの教育は国が責任を持ってできることならば無償でこれは提供すると、これがやはりイギリスという国家がですね、国策でもって選んだ道なんですね。我が国においてはいろいろ自治体の方にある程度その資金的なものも負担をしながらできる範囲で頑張ってくれと、こういうことなんですね。これじゃ私はいかんと思うんですね。そうではなくて、イギリスに学ぶところはやはり国家を挙げて国際競争力、技術者の育成、そして義務教育でも最低限これだけは責任を持って国家が、国が無償でもって全て提供するという、そういうですね、意気込みがないと
やはり国としての勢いがなくなってくるんではないかと思うんですね。そういう意味では、教育委員会といたしましては、イギリスの教育現場というのはつぶさに視察をしてくるお考えはないでしょうか。あと市長にお伺いしますが、私も以前ですね、議員の代表としてこれまで多摩市議会は海外視察等を積極的にやってきた歴史があります。いろいろな経費削減等のお話は十分わかるんですけれども、市長自らやはりイギリスの現場にですね、特に教育現場と町づくりの観点を含めてですね、ぜひ海外に行ってつぶさにこの目で確認してくるというような、やはり時代の流れを感じていただきたいと思うんですが、その点について市長は、個人的でも結構です、行政を挙げてもいい、よし分かったと、うちの職員をじゃあ3人4人教育委員会の代表何人か協力してですね、大いに海外のですね教育の現場を見てこようではないか、そして多摩市の教育現場に生かしていこうではないかというお気持ちがあるならばお答えいただきたい、なければ結構です。浜田教育部長。まさに先進的なところを見るというのは、やっぱり見て感じてということで、直接触って見て感じてということは大変大事なことだと思っています。やはり百聞は一見にしかずで見るというのは大変いいことだと思います。許されるならばそういうような機会を与えていただければありがたいんですが、現状の中ではなかなか厳しいかなと思っています。ただ先ほどありましたようにタブレット端末等の整備につきましてもですね、現状では教育の中のツールとして必要なものですから、我々の市予算の中で当然整備もしていきます。ただこれが時代がどんどん進むにあたりましてですね、例えば電卓ですね、なんかもう本当に、出た当初はそれこそ給料の2ヶ月分3ヶ月分ぐらいのものだったわけですが、今はもう手軽に手に入るというような状況になります。そういうような状況になった際にはやはり個人が自由に使えるような環境になってくるかなというふうに思いますので、その間はやっぱり教育委員会として必要なツールとしてはしっかりと行政の方で整理することになると思います。また情報の収集という中ではですね、ICT 含めてこれまでも都教委も含めてそのような情報収集、それから研修等を受けてですね、今回も導入にあたってはそういった研修を受けた中で導入を考えています。で、あとは視察等につきましては都教委等の中での制度等もありますですし、単独ということになりますと大変厳しいところあると思いますが、機会あればそういったようなことはぜひ個人的にも何かの機会を得られればというふうには日々そういった研鑽していく、ということは忘れないようにしていきたいと思っています。後藤副市長。職員の研修という形で海外に派遣するということは大変有意義なことだろうというふうに私は考えている。というのは実は平成もう30年近く前ですかね、多摩市でもそういう制度がございました。職員、実は私もそういった経験者でございますけれども、海外2週間程度ですか、という制度がございまして、私も行ってまいりましたけれども、私自身としても大変、広く世の中というか世界を見てくるということで、個人で観光に行くだけではない形で仕事として行っているわけでございますので、大変有意義だという体験をさせていただきました。で、ただそれを今の時代に果たしてまた再開できるかどうかということになりますと、もうご案内のとおりでございますけれども、大変厳しい状況でございます。で、私が行った時代というのはあまり何て言いますか、他の組織でそういった制度を活用するというのはなかなか厳しいところがありましたけれども、今の時代ですとまた違う方法も探し出すことによって、そういった体験に、
海外の体験してくるという制度というのはあり得るだろうというふうに考えておりますので、もう少し広い意味で考えて、派遣を広く見ていただいて、視野を広げてくるということはしていてもらいたいと思っておりますけど、予算計上してまでというのは今現在は考えておりません。以上でございます。終わります。加藤松尾議員の一般質問は終わりました。次に池田恵子議員の発言を許します。6番池田恵子議員。はい、6番池田恵子です。通告に従い2問質問させていただきます。1、不育症支援について。初めて不育症の問題を取り上げてから2年、昨年の1月、不育症治療に有効的とされる血栓予防の自己注射ヘパリンが保険適用になり、その4月には都道府県や政令都市などの自治体が不育症の相談員を配置する際、その半額が補助されるようになりました。また東京都では昨年9月、東京都不妊ホットラインが東京都不妊不育ホットラインに名称が変更され、全国的にも相談窓口が広がっています。当時公的支援を行っていた自治体は全国で11団体でしたが、現在では77の自治体で不育症の検査や治療に対しての助成を開始また検討しています。先日川崎市で行われた不育症患者の会育てネット主催のセミナーにおいて、いち早く不育症対策に取り組んだ大和市では、市の助成を受けて昨年10人の方が無事に出産に至ったとの報告がありました。多摩市においてもホームページに、妊娠はするけれども流産死産を繰り返して結果的に子どもを持てない場合を不育症と呼びますと掲載されるようになり、厚生労働省研究班から不育症のさまざまな情報が発信されていますとの記載もされ、不育ラボ研究班の外部サイトへつながるようになりました。ホームページの掲載は小さな一歩ですが、議会でも多くの議員に関心を持っていただくことができ、職員にも知っていただくことができたことは大きな、そして嬉しい前進と感じています。しかしながら、ネットで初めて不育症という言葉を知った、ネットで調べて専門医にたどり着いたという方がいる現状、不育症という言葉自体を知らない市民はいまだに多く、情報提供がなされているとは思えません。そして、流産はよくあること、まだ若いから大丈夫などといった励ましの言葉が、実は当事者を傷つけていることを私たちは知らずにいるのです。待ち望んでいた新たな生命の喜びから一転、喜び勇んで交付を受けたはずの母子手帳を、母子健康手帳を破り捨てるほどの深い悲しみ、想像を絶します。患者経験の方がつらい過去を語り、また治療中の方が赤裸々にセミナー等で体験発表をされるのは、同じ悩みを持つ人へ希望を送るのと同時に、精神的、経済的負担が大きく伴う不育症という病気を一人でも多くの方に知っていただきたい、理解していただきたいという心からの叫びなのです。経済的理由で治療を断念せざるを得ない方や、正社員では治療や妊娠継続が厳しいと仕事を辞めてしまう方がいます。相談体制はできつつも、都内で公的助成を行っている自治体はいまだありません。多摩市、女と男の平等参画を推進する条例が施行される我が市だからこそ、率先して不育症支援に取り組むべきと考え、以下質問いたします。1、多摩市女と男の平等参画を推進する条例に基づいた不育症に対する市の見解を改めて伺います。2、職員に対しての周知研修の現状、市民に対しての対応周知の状況について伺います。3、少子化対策の一環として77団体という自治体が不育症助成金制度の実施また検討をしていることについて市長の見解を伺います。2、妊婦健康審査、受診票のさらなる充実を、2007年当時、経済的理由から受診せずに、出産直前まで医療機関に向かう飛び込み出産が相次ぎ、大きな社会問題となりました。
すみません、出産、そうですね、直前で医療機関に向かう飛び込み出産が相次ぎ大きな社会問題となりました。妊婦健診は安全な出産のため母子を守る大切なものです。厚生労働省は14回の受診が望ましいと示していますが、1回で数千円から1万円以上かかり大きな経済的負担となっていました。公明党は出産一時金の拡充とともに妊婦健診の負担軽減を訴えてきました。今ではすべての自治体が14回以上の公費助成を行い、恒久的な制度となったことは、子どもを産み育てたいと思っている方にとって大きな安心となったことでしょう。本年3月、厚生労働省は妊婦健診の公費負担の状況にかかる調査結果についてを都道府県に送付しました。その中には妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠出産ができる体制を確保するため、一層の充実が図られるよう期間内市区町村への周知徹底をお願いするとあります。その意味からも、もっと使い勝手の良い妊婦健診助成を多摩市から発信していただきたく、以下質問いたします。括弧1、14回になった公費負担による妊婦健康審査の状況、数値の変異を主としてどのように把握し検証されているのか見解を伺います。括弧2、妊婦健康審査受診証は妊娠届、母子健康手帳の交付が前提とされていますが、妊婦の精神的状況を医師が判断し、母子健康手帳の交付を受けずに妊娠を継続され検診を受ける方がいます。領収書添付の申請による妊婦健診助成の可能性について伺います。括弧3、母子ともにリスクが高い多胎妊娠は検診回数も多く、経済的身体的にも負担が大きいとの声があります。多胎妊娠の方にはプラスの助成が必要だと思いますが、市の見解を伺います。括弧4、産後の1ヶ月検診は出産された方にとってその後の体調管理においても最も大切な時期であると思います。妊婦健診と連動しての支援、公的支援のお考えを伺います。以上、ご答弁いただいた後、質問あれば再質問させていただきます。はい、安倍市長。おはようございます。それでは池田議員のご質問にお答え申し上げます。1の括弧1についてお答えします。本市では平成25年9月30日に多摩市女と男の平等参画を推進する条例を公布し、平成26年1月1日に施行します。条例第16条、性と生殖に関わる権利と健康において、女性は妊娠及び出産をする可能性があることに十分配慮するとともに、女性と男性が生涯を通じて健康保持及び増進できるよう必要な支援を行うものとしますと定めました。市としては安心して妊娠期を過ごし出産していただけるように、妊娠・出産に関するさまざまな事業制度を滞りなく実施していくよう努めております。その中で不育症については、今後も悩んでいる方が適切な情報を得て相談ができ、治療に結びつけられるとともに、より多くの方に不育症に対する理解が広まるよう情報の発信に努めてまいります。括弧2についてお答えします。平成24年4月以降、厚生労働省研究班作成の反復習慣流産括弧いわゆる不育症受けの相談対応マニュアルを健康センターの保健師間で共有し、相談を受けることができる体制を整えています。また市民の啓発については、東京都が実施している相談窓口が不妊不育ホットラインに名称変更され、相談体制が明確になって以降、ホームページを分かりやすく改変しました。そのほかリーフレットを健康センターの窓口に設置し周知をしております。括弧3についてお答えします。少子化対策としては、安心して子どもを産み育てることができる環境を整えることが重要であると認識しております。不育症については、そのための一つの取り組みとして、不育症に対する市民の理解を深めることや相談体制を充実することが大切であると考えています。不育症の助成金制度については、少子化対策に結びつけることができた先進自治体の例も伺いながら、
国や都の動向も踏まえ、引き続き研究を進めていきます。次に2の括弧1についてお答えします。妊婦健康審査については、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる体制の確保を目的とし、検診回数を14回に増やし、5年目に入りました。回数増加以降、妊娠後期の受診者の割合は若干増加しましたが、14回まで受ける方は2割強にとどまっています。これは東京都平均よりは若干高くなっていますが、受診者の割合の傾向はほぼ同様の状況です。これについては、妊娠の届け出の時期が遅く、妊婦健康審査票を使い切らない方等がいらっしゃることが原因ではないかと考えています。市としては妊娠が確定すれば、早めに妊娠の届け出をしていただけるよう周知が必要と考えています。括弧2についてお答えします。妊娠の届け出は、妊産婦を的確に把握し、母子健康手帳の交付、保健指導、妊婦健康審査等、母子保健法に基づく一連の施策を行う基本となるものです。妊娠の届け出前に、妊婦健康審査票を交付する方法は、検診内容の正確な把握が難しいことや、手続き上煩雑になること等から、現行制度では難しいと考えています。また、領収書添付の申請による妊婦健康審査の助成についても、領収書によっては、それが妊婦健康審査のものであるとの証明ができないものもあり、難しいと考えています。括弧3についてお答えします。多胎妊娠の必要とされる妊婦健康審査の回数は、基本的には単胎妊娠の場合と同じです。ただし、多胎妊娠については、妊娠中にさまざまなリスクが起こる可能性があり、管理のため、検診に行く回数等が多くなることもあります。妊娠経過で何らかの異常があった場合、それに関わる医療については、健康保険を適用となるため、市としてプラスの支援については考えておりません。括弧4についてお答えします。産後1ヶ月の検診は、出産後の体調管理のためにとても重要です。一般的には妊娠・出産後の産婦へのフォローの検診としての位置づけのため、健康保険を適用にはなっていません。このため、出産した方全員への支援については、財源の確保等課題が大きく、実施の予定はありません。以上です。池田議員。はい、ありがとうございました。それでは再質問をさせていただきます。女と男の平等参画条例を推進する、参画を推進する条例、本当に多くの方たちが待ち望んでいた、これは条例であると思いますし、私ものこの設置は本当に嬉しく思っています。今日の多摩広報の一面にも出ていました。で先日多摩女性センターの主催で行われましたセミナーにちょっと参加させていただいたんですけれども、その中でね、女性は女性らしくという言葉から脱却できたのに、男性は男性らしくという言葉にいまだ縛られていて、それが DV という女性を暴力による支配でしか、この自身を男らしさを保てない。そういうところから DV が始まるんだというようなお話をお聞きして、なんか確かに私も子育てする中で息子に男の子なんだから泣くんじゃないわよみたいなねことを言ってきたんじゃない、そんな反省もしながらこのセミナーをお聞きしていくんですけども、最近ではね逆 DV っていう問題もあったりとかして、この条例ができることによって実は男性にとっても喜ばしいことではないのかなっていうふうに思っています。で少し前、ちょっと前ですか、イクメンという言葉も流行りました。男性も家事や育児をやるのが当たり前っていうふうな、そんな時代になってきたわけで、うちの会派の男性議員たちもですね、掃除、洗濯、皿洗い、ゴミ出しは当たり前っていうように言っておりますしですね、はい、しかしですね、この妊娠とか出産っていうことに関しては、私ちょっと大変だから変わってというわけにもいきませんしね。これを分担でというわけにもいかないわけで、やっぱりどうしても男性は支える側という、そういう立場になってしまうと思うんです。で、その中で不妊症とか不育症の問題というのは、パートナーである男性にもやっぱりそれはもう大きく変わっていく問題ではないかな、一緒に考えて理解していく、
そういうやっぱり共同作業というか、そういう大事なこう課題というか問題であると私は思っています。で、この16条に女性が妊娠出産する可能性があるということに十分配慮するとあって、より多くの方に不育症に対する理解が深まるよう、広まるようですか、情報の発信に努めますとのご答弁をいただきましたが、この条例のもと、この条例を所管するところでは、何かこう理解が深まるようなこう具体的なお考えがあるのかどうか、そこを伺いたいと思います。設楽暮らしと文化部長。先ほど首相答弁にもありましたように、今年の9月の市議会定例会で可決いただきました多摩市女と男の平等参画を推進条例、来年の1月から施行になります。担当部といたしましては、やはり男女平等参画社会の実現に向けて、この条例の施行を新たなスタートとして捉えております。事業をいろいろ展開してまいりますが、まずこの条例をより多くの方々に、いや事業所に知っていただきたいと思いまして、さまざまな場面で周知を図ってまいりたいと思います。今議員の方からもありましたが、本日付の多摩広報をはじめとして市内で条例の説明会なども行い、ほかいろいろな場面を通じて、周知を図って男女平等参画の機会を高めていきたいというふうに考えております。池田議員。はい、ちょっとお答えしていただいてないなと思ったんですけど、この不育症に、ね、関する理解が深まるようなこう発信っていうのは何かこう考えがあるのかなと思って伺ったんですけど、ちょっとまたそれは後でお聞きします。で、11月、先月の24日、この厚生労働省研究メンバーであります不育症相談対応マニュアル、このマニュアルを作成した一人でもあられます日医大の産婦人科の教授、竹下教授先生 の, 講演会があって、それに参加をしてきました。で、その講演会で気になったことが2点ありました。1つは母体高齢化と流産の関係です。全体的なその妊娠出産をする人数は減ってはいるんですけれど、妊娠女性の高齢化によって流産率っていうのが増加しているという、そういう説明を受けました。平均では 15% の流産率が、35歳だと 20%、 40歳では 40%、で42歳の方では 50% という数字が出ています。で、そしてこの加齢に伴って卵子の老化という問題についてもお話がありました。で、昨年でしたか、 NHK で卵子老化の衝撃というような、ね、番組があって、なんかもう老化っていうのにちょっと敏感に反応してしまうもので気になってその番組を見たんですけど、卵子が老化するってすごく私も衝撃だったんですけど、やっぱりそのこの番組を見たある方から、そろそろ子供が欲しいなと思ってチャレンジしたんだけれども、なかなか妊娠をしなくて不妊治療に取り組んだ、本当にこの卵子が老化するなんて誰も教えてくれなかったっていうようなご意見が出て、本当に大きな全国的に反響を呼んだとお聞きしています。で、昔なんか35歳以上はね、丸子って言ってね、こう一人ボーンとハンコが押された、そんな時代もあって、まあこれは差別だということでね、撤廃されましたけれども、まあ要するにこう卵子は老化するんだっていうようなことをやっぱり知るっていうこと、知っていくということ、それには女性あるいはそのパートナーとの人生設計がやっぱりね、それを知ることによって大きく変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、そういった意味からね、やっぱりこう専門医によるこう市民向けのこうセミナーだったりとか講演会っていうのは、私はこのとっても重要だと思っているんですけども、やっぱりこの条例ができて、で市民の方たちにそういう情報提供もしていくという中で、やはりその条例がね、絵に描いた餅に終わることなく生きたものにするために、やっぱりこういうこともね、しっかりと取り組んでいくべきだと思うんですけど、健康福祉部として所管のお伺いをご見解を伺います。鈴木健康福祉部長。今この条例ができて、ということの中で第一答弁で市長の方からもお答えさせていただきました。まさに女性が生涯にわたって身体的、精神的、社会的な健康を維持して子どもを産むかどうか、いつ産むか、どれぐらいの間隔で産むかと含めて選択をして自ら決定をする、その権利を持っていると。で、それに合わせてパートナーとして、まあ、私自身もそうですけれども、そこにしっかり関わっていくということだと思います。で、今母体の高齢化と流産率という話がございました。
私事ですけども、昨年、初めて、孫を授かりましたけども、私の娘も30代の後半になるまで授かることができなかった。そういうのを現実に、私は、身近に感じる中で、実感としてもその先ほどの卵子の老化ということについても実感として、持っているところです。で娘もやはり、そういった知識がなくて、で、今お話があった NHK の番組を見てお父さん知らなかったって電話をかけてきたことも経験としてございます。で、具体的にじゃあ何をするかということの中では、すでに私どもの健康推進課の方と、市民活動の調整担当課長の方ともお話をさせていただいて、その女と男の平等参画を推進する条例を周知するという中で講座だとか講演会を考えている。その中で不育症のテーマとした、先ほど広く言ったその女性の権利としての部分も含めてですけれども、そういった内容を入れられるかどうか含めて、それから当然これは子育て支援の方の所管部ともしっかり連携をしながら検討したいということで今進めているところでございます。池田議員、しっかりと所管を超えての連携でお願いをしたいと思います。そしてもう一点気になったこと、この講演会に参加して気になったことがあります。それは相談対応の難しさというところです。でこの保育所に関して私だけでなく他の議員さんも取り上げてくださって、でその時の市の答弁ではこの厚生労働省、研究班作成の相談対応マニュアルを保健師間で共有し相談体制を整えているというもので、で今回いただいた第一答弁も全く同じような答えをいただきました。で今後は国とか等の、研究の動向を注視してとかそういうお答えもいただくんですけども、じゃあどのようにこの職員の間で学習会等のそういう勉強会が行われたのか、それとも行われていなかったのか、ただ共有してこのマニュアルを共有しただけだったのか、今の現状を伺います。鈴木健康福祉部長。今どの程度その職員の中で共有したかということでございます。まずは私もそのリーフマニュアルをですね、私も読ませていただきました。でその中で、職員が具体的には、まずは読むということと、それからそれを保育士官で、きちっと共有をするという形で、進めさせていただいております。池田議員。でも前回も学習会等で勉強していきますような答弁もいただいているわけです。で確かに職員の方も本当に忙しいかと思います。いろんなお仕事だけど、やっぱり全国的に問題になっているようなこういう課題に対してはやっぱりしっかりとこのマニュアル読むというだけではなくて勉強あるいはしっかりとセミナー等に参加するだとか講演会に参加するだとかというような形、あと専門医をお呼びして勉強会を開くとかというような取り組みをしていただきたいなというふうに思います。一昨日、10月です、10月6日に川崎市で行われた不育症心のセミナーというものがありました。でそこでは多摩市在住の方が体験発表をされました。でここには川崎県の副知事が見えて、そして神奈川県の副知事が見えて、で厚生労働省の研究班の一人でもある杉先生の講演、あるいは臨床福祉士の先生の話とかで会って5人の体験発表と続いたんです。でその5人の体験発表をされた方、ご自身の本当につらい体験をあえて赤裸々に本当に語ることで通告書にも述べましたけれども、不育症の本当に理解に広がればいいというふうな、そんな思いで一生懸命本当に語られていました。でその会場にはですね、
500名ぐらい入る会場なんですけど、もう医療関係者、行政、議員、老若男女、本当さまざまなあの方が来ていましたけれども、やっぱりご夫妻と思われるカップルの方たちが本当に数多くいらっしゃっていました。で、最後にその登壇者とその陰で働いていたスタッフ、そのセミナーに関わったスタッフが全員壇上に上がられて、まあ、それは15名だったんですけど、その方たちが皆さんカラフルな子風船を持って上がられたんですね。で、ある方は2個、ある方は3つ、ある方は4つ、そうやって風船をこう抱きかかえて、あの最後挨拶にこう並びました。で、説明があったのは、この風船は産んで上げられなかったあの命の数の風船なんですっていうことで、あのこう本当に大事そうに持っていたんですけど、もう本当にその方たちがどんな思いでこの一つ一つの風船にね、息をね、吹きかけて準備をされたのかなって思ったときに、なんかそのカルフルな色合いとはなんかもう裏腹にすごくなんかもう胸にこうじんとくるものがあって、本当にこの方たちがもう命がけでとにかく保育所ということを知ってもらいたいというような本当に叫びを私はあの感じました。で、あのまあ研究途中にあるというところの中では、あの本当に都や同行、国やとの動向を見てというその市の答弁しかできないということもあるんですけども、やはりあの職員の方たちにはぜひそういうね、やっぱり生の声というんですか、やっぱり患者の方たちの声を聞いて、で市では何ができるんだろうかというところから、やっぱり私はスタートしていただきたいなというふうに思いますけど、もう一回の所管の考えを聞かせてください。はい、鈴木健康福祉部長。今お話しいただいたことはとても大事なことだというふうに思っております。あのそのおまっシンポジウムについてもご案内をいただきまして、私はどうしてもご都合がつかなくてごめんなさいということで、あのお話して、その後職員にもぜひ行ってほしいということで、そのいただいたリーフレットを、あのパンフレットを、コピーをして、私どもの建国支部内でも周知を図って、それからあの子育てということでは、子育ての、あの中村部長の方にも、ぜひ周知をしてくださいということでさせていただいております。あのまずはそういうあの、まあ、私もたまたまそういう経験がありましたけれども、身近なところで、実感として感じていくということはものすごく大事なことだと思います。あの相談のマニュアルの中にもありますけれども、その不育症の場合はその繰り返されることによって、その体験がまあ絶望だとか自責だとか無力感、それから長期に及ぶまああの病的な悲嘆だとか、場合によっては不安障害やうつ病にもなりかねないという、ことが書かれています。まさにそういうことを、職員自ら勉強していく、そういうことを実感していくということが大事だというふうに考えております。池田議員。はい、ありがとうございます。で、ちょっとここで2、3あの紹介をしたいと思います。不育症の方の体験です。私は30代の時に6回の初期流産、1回の子宮外妊娠を経験しました。少し前まで確かにお腹の中にいた命が私の体のせいで失われてしまったのではないかと思うと、自分を責め赤ちゃんに申し訳ない気持ちでいっぱいになります。何度も何度もごめんなさいと涙を流しています。本来喜びであるはずの妊娠がひたすら不安と恐怖の毎日になってしまい、定期検診がまるで裁判の判決を聞きに行くような気持ちになってしまう日々でした。この方はあの治療の末無事に出産をされています。でもう一つ、私は32歳の時に2回流産をしました。病院では2回の流産はよくあること、まだ若いのだからと次の妊娠を前向きに考えるように言われました。3回目の人工授精で33歳の時に妊娠ができましたが、経流流産をしてしまいました。その後やっと自分で不育症のことを調べ、不育症専門医にたどり着けました。治療がある喜びと、それを知らなかった自分を責めました。その後、また妊娠することができ、不安の中、役所に相談するも、結局たらい回しで不安は拭えませんでした。不育症の私にとって、十月十日は不安の塊でした。という体験をご紹介しましたけれども、やはり身内やね、知人、部長は本当に自ら体験をされたということですけれども、やっぱそういう自分の周りに
例えば流産だとか死産だとかと、そういうされてしまった方に対して自分だったらね、どういうふうな声をかけてあげられるだろうという、やっぱり未だに医療機関の関係者でさえね、若いから大丈夫でしょ、次頑張りましょうなんていうような、そういうことをね、一言で済ましてしまう方がまだいるということで、それとあと不育症の方はその妊娠を継続するということで、そのことがものすごくプレッシャーで日々を送っているということも、私たちはやっぱりそのこういう体験を聞くまではやっぱ知りませんでしたし、まあ、市がリーフレットを置いて、あとホームページにもね、見やすくしましたって言うんですけど、これ不育症という言葉がね、知らなければこのホームページたどり着けませんよね、不育症の、ね、ところまでね。だからやっぱそういうことを考えると、しっかりと皆さんに不育症を知っていただくことで何ができるのかなっていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないっていうことの中では、やはりこう助成金制度っていうのが一番ね、皆さんには周知がいいのかなっていうふうに思うわけです。で、前回もご紹介しましたけれども、大和市では平成23年10月1日よりこの不育症に対しての助成を始めました。で、昨年ではですね、10人の方本当にこう申請を出していただき、すべての方が出産できたという報告を聞きました。私も本当に感動だったんですね。で、大和市の所管の方にこう聞きましたら、本当にもう嬉しそうに、そうなんですよって、10名ね、皆さんね、産めたんですよって、産んでいただいたんですって。で、本年度は昨日の時点で確認したら、やはり10名の申請がやっぱりあったということです。で、どのようなね、周知をね、この23年からの10月からこう始めたんですかってお聞きしたら、市内全産婦人科クリニックに依頼書とパンフレットを置かせていただいたということと、あとやっぱり専門医との連携をよく取っているということ、あとはですね、やっぱり神奈川県初ということで、もう市長がもう出張るところ、ことあるごとにこの少子化対策で、もう神奈川県初なんです、この助成金始めたのはということを、本当にこう市長自らが語って歩いて、で、ずいぶんこれは新聞にも神奈川県初ということで取り上げられて、その成果があって、今年度も10名の申請をいただいているんですということの話を聞きました。で、この助成金を、ね、多く始めた自治体というのは、やっぱりこう少子化対策の一環ということだったんで始めたというんですけども、横須賀市はですね、命の基金ということを、そういう制度を昨年創設して、この不育症の治療だけではないんですけど、この看護師さんの離職の防止のための、ね、研修等とかに、ね、あとさまざま使い方があるんですけど、この命の基金というので、市民の皆さんから寄付を募集して、この集まった寄付と同じ金額を市の予算からも出して、一緒に積み立てて命を守るための医療に活用していくというのを始めました。で、やはり、まあ少子化対策の一環、これも大事なんですけども、その命を守るという観点からも、このような基金という考え方もね、考え方もあるのではないかなって、これは提案なんですけれども、こういう考え方はいかがでしょうか。鈴木健康福祉部長。命を守るということで、今横須賀市の、基金の、お話をいただきました。ありがとうございます。まさに私ども健康福祉部は、セーフティーネットも含めてですけれども、命を守る、現場でもございます。そういった意味では、その考え方については、賛同できる部分が確かにございます。で、今お話しした、そのお話があったものを実際に、やるかということについてはですね、今いただいたところで、しっかり私ども先ほどの考え方に基づいてですね、研究検討させていただくということでお答えさせていただきます。池田議員。なんか研究とか検討というのにあまりこう信じられなくなってきている自分がいるんですけど期待をしたいと思います。それでは妊婦健康審査について伺いたいと思います。妊娠出産はね、やっぱり病気ということではないので全額自己負担になっています。で、この費用が大変ということで、いわゆる駆け込み出産という問題が起きました。
で私がまだ議員になる前だったんですけれども近所の方が生活が苦しくってね、こう途中妊婦検診に行くことをやめてしまったという方がいました。で平成20年、これが14回になったということで14回になったよってお知らせに行って、でその方がじゃあもうお腹の子が心配なんで行ってきますっていうことで再開した妊婦検診を再開して、そしたらこう病院ではね、なんで今までね来なかったのってこうちょっと叱られたそうなんですけれど、ありのままねお金がなかったんですって話をしたら、じゃあということでいろいろご相談乗ってくれて、病院でねその妊婦、検診の自己負担する分と出産で自己負担する分、それをね全部分割にしていただいて、でそういうしっかりとご相談乗ってくれたので無事出産することができたということをお聞きしていて、でそれから4年経ったんでね出産してね当時どうでしたって言って、もう一回お話聞かせてくださいって先日改めてその方のところに伺ったんですけども、いや本当にその14回の女性っていうのは妊婦にとって本当にありがたく安心だって、本当に救いだったんですっていうふうにおっしゃっていました。で第一答弁で14回を使い切らない方が多くいるって約 2割ですか、で答弁いただいたんですけど、それ間違いないですよね。でそれをまあ置いときます、後で戻しますけど、でまずその市外とか都外で里帰り出産をする方、この方たちの妊婦検診票の扱いはどうなっているのか教えてください。鈴木健康福祉部長。少しちょっと細かくなるかもしれませんけど、里帰り等による妊婦健康診察受診の女性についてですが、まずは交付申請書、申請添付書をご記入をいただいて、それで、使用していない妊婦健診受診票と、里帰り先で受診した妊婦健診の受診票と母子手帳の妊婦健診を受診した日、それが記録されたページのコピーを提出いただいて、それらを突合して、妊婦健診の領収書であるということを確認した上で、女性の回数、全体の14回、そういうところの確認をして、金額を決定して助成をしていると、そういった中身のものでございます。池田議員。ありがとうございました。実は不育所のね、戻っちゃうんですけど、不育所の方から、その産婦人科からというか、その治療を受けている専門医の産婦人科から母子健康手帳の交付はちょっと待つようにって言われたんですと。で何回かは実費でその検診を受けた、で治療の末無事出産することができたんだけれども、それに母子手帳の交付前のこの妊婦健診の女性っていうのは領収書があってもダメなんでした、ダメだったんですって、これなんとかならないもんでしょうかというふうなご相談を受けたんですね。で多分この医師というかその専門医はその不育症の方が一度母子手帳をいただいて、万が一の時ダメだった時のその心の本当にその悲しみというか、その母子手帳だけが残るということによってその方が受ける心のこう傷が深いだろうということので、私はそういうふうに理解をして、そういうこともあるんだなというふうに思ったんですけど、その方が言うには冷静に考えれば医師のそういう配慮だったのかもしれないんだけれども、当時は一冊いくらかかかるかわからないんだけれども、そのまた自分が流産する可能性があって母子手帳が無駄になってしまうからまだ待てというふうに言われたような感じがしたというふうに言っていました。でそのぐらいこうナーバスになっているこう精神状態っていう中で、そうかなっていうふうに私も改めてこう感じたんですけども、これはやっぱり不育症の方だけではなくて、例えば精神的疾患を抱えている方とか、あるいは未婚の方、いろんなさまざまな状況があってちょっとこのその、妊娠届を出せないでいる、あるいは母子手帳をもらえないでいるというような方が私はいるのではないかなっているんですね。でもちろんその市はこの母子保険法に基づいてそれはダメなんだっていうふうに言うのかもしれないんですけども、でもやっぱり誰のための法なのかなっていうふうに考えたときに、やはり里帰り出産のようにこの後領収書、
その検診だって分かる了承があれば、後からの申請でもね、やはり私は助成できるっていうような制度を玉市としてね、今後そういうの制度の構築というものを考えていくべきではないのかなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、鈴木健康福祉部長。まあ、某社の届け出を、まあ、していただく関係で、保育所の方にとってはそういうふうな、まあ、医療機関の配慮を等もあろうかと思います。で、私どもはそうではなくて、まあ、早くに妊娠届け、まあ、を出さなければならないというその手続き上のことについては今までも周知をさせていただいているところですが、まあ、そういった保育所だとかで、後でというふうな手続きでは、先ほどお話をさせていただいたさまざまな確認をしなければならないということ、それが先ほどどうしてもまあ冷たい言い方になってしまいますが、その届け出をスタートにして、私どもを確認をさせていただくというところがございますので、先ほど研究検討でということでもお話がございましたけれども、状況とすればそういうことで、まあ、残念なお答えで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。池田議員。いや、ちょっとね、納得できないなとは思うんですね。だって領収書、明細にはしっかりね、健康診断、全部の領収書、それは病院によっては違うんでしょうけど、今、大抵の領収書には明細書っていうのがついてきます。で、そこにはしっかりと妊婦検診って出るわけですね、ついてくるわけで、だから分かるんですよ、妊婦検診をしたということが。だから、さまざまな手続き上とかってあると思うんですけども、私はやっぱりしっかりとこういう方たちのために対応していただきたいなというふうに思いますし、この多胎の方なんかもね、やはり何かあったらそれは保険が適用されますよ。でも普通の検診だったらば、やっぱり1ヶ月に1回のところを2週間に1度というふうになるわけで、倍ぐらいのやっぱり検診の数を重ねていくわけです。で、それでなくたって経済的にも大変っていう、まあ、2人3人っていうお腹に宿すと、そういう準備だったりとかもあるので、やっぱりそこは私はしっかりとこう対応すべきだなというふうに思うんです。で、今14回がほとんどの自治体、全ての自治体14回っていうふうに検診がなりました。だけど無制限っていう自治体もあるんですね。無制限その健康、妊婦検診をしているという、そういう自治体も実はあります。で、先ほどこの第一答弁で、2割弱が14回のすべてを使い切っていないって言ってました。確かにそうだと思います。私の娘も実はこの間2人目を出産しましたけれども、ちょっと早く生まれたので3枚残ったんです。だから本当に14回を使い切るっていう方は本当に2割ぐらいっていうのは本当正しいと思います。だから全員がそうやって使ってないんだから、だったらばやはりね、大変なこう数をやっぱ受けなければいけない方たちのやっぱり私は配慮というものを今後やっぱり多摩市としても考えていくべきではないかなというふうに思っています。で、もう時間もないのでちょっと最後なんですけれども、やはりね、この、いろいろ、まあ、若いお母さんたちからね、いろいろと最近ちょっと聞くことがありましてね、なんですかね、こう多摩市は出産して住みやすい町、出産しやすい町か、妊婦に優しい町で、首都圏ランキングで10人一致しますっていうふうに、市長は9月議会の桐木議員の答弁されていました。だけどね、私はね、子育ての世代の方からお聞きしたんですけど、最近、ママ友の間でね、どうも多摩市が危ないっていう噂があるっていうんですよ。で、多摩市はね、緑も多くて、声もたくさんあるんで、今まで本当大好きで暮らしてきた。だから今まで本当多摩市から引っ越しなんていうのは考えられなかったんだけど、なんかどうやら多摩市は財政的に厳しいらしいし、なんか児童館も図書館もなくなるって、そんなね噂が広まっていて、なんか子育てしにくい町になりそうだって。だからなんか他市にね、やっぱりこう、まあ、八王子あるいは若葉台の方だとかっていうのをね、ちょっとね、引っ越しもね考えてるっていうような話が交わされているっていうんですね。で、いや、市長はね、もちろんいや、待機児対策にもしっかり取り組んでいますよってこうおっしゃるかもしれないんだけど、でもね、市民には伝わっていないんですよ。やっぱね、市民に感じてなければ意味がないっていうふうに思うんですね。
で、明日の新谷議員が図書館についてはバシッとやりますので、こうご期待なんですけど、例えばね、図書館なんかもこう数は集約するけども、こんな魅力のある図書館を作りますよとか、あるいは子育て支援のため、児童館はなくすけれども、こういう授業は拡大をしていきますよというふうに、具体的なやはりね、未来が見える形のね、こう説明であれば、若い人たちも納得してくれるのかなって思うんです。本当に市長が一生懸命行ったこう市民説明会がね、どんどん若い人をこう遠ざけていっているような感じになるんですね。だからやっぱり、副省だとか、こういう妊婦健診などのご要望、本当にごくごく、普通の本当に小さな小さな声かもしれないんだけれども、そういう声を大事にしている多摩市なんだということをアピールすることで、やはり子育てに優しい町なんだなというふうに思っていただけると思うんですけれども、市長、最後に見解を伺いして終わりにしたいと思います。安倍市長。今日は区域省、前回質問者がいただいたときはですね、いろいろ勉強させていただきましたって申し上げられたんですが、今日は2回目でもありますので、今おっしゃられたように、特に本当に私自身も、なんていうのかな、親戚の中含めてね、昔なんかで考えると、いわゆる結婚して子供ができて当然だっていう中で、なかなか妊娠、出産に結びつかない。でなかなかその本当に当時はそうした不育症という概念もなくて、厳しい中でいろんな方にいろいろ言われるということがありました。でやはり今本当に少子化の中でですね、悩まれている方にきちんと寄り添う、特に冒頭指摘があったように多摩市のその女と男の平等参画を推進する条例の中できちんと明確に位置づけさせていただいたということと、そしてそのやはり少子化にきちんと取り組んでいくときに最後言われたような、なんていうの、多摩市ってね、危ないなどと思われては、これ、尺ですので、多摩市は逆にかえって、本当に子育てでは先進的であり、働きながら海育てるという意味では、ファミリーサポートセンターもそうですし、いろいろ評価をいただいている施設も結構多いです。で、そうした中で、今、全国的に広がっている老朽化対策に対応しているということで、いち早く逆に手を挙げているので。そういう意味では、そういう自治体だからこそ子育てもしやすい、でそのことは今、質問者もおっしゃっていただいたように、きちんとアピールできる、それはやはり今回、案が取れましたので、きちんとプログラムとして、踏み出していくときに、市民の皆さんにも的確に分かりやすいように、でここはこういう形で縮小していくけれども、さらに子育てしやすい町として、特に悩んでおられる方、皆さんに寄り添って、で先ほど大和市の例もありました、横須賀市の例も聞かせていただきました。いろんな形でやはり私は多摩で子育てをしたい、あるいは多摩で出会ってここで住みたい、でそこで妊娠出産をしていくときにやはり住んでてよかったなと感じていただけるような仕組みやプログラム、そうしたものもきちんと作っていきたいと思っておりますので、今日いただいた提言をもとに研究調査ということじゃなくて実行できるような形で何ができるのかきちんと鈴木部長も真剣に考えておりますので是非前向きにというか考えていきたいと思っております。よろご提言ありがとうございました。終わりです。池田恵子議員の一般質問は終わりました。次に安西紀美子議員の発言を許します。8番安西紀美子議員。8番安西紀美子です。通告に基づき2問質問いたします。養子縁児対策から多摩市学童クラブの課題を問う。多摩市の学童クラブは2007年度の第二小学童クラブの社会福祉法人への委託から始まり、その後戸方学童クラブへの移行とも重なり、一挙に公設民営化が進められてきました。受託先が市内の民間社会法人ということもあり、民間委託化は保護者も子どもたちにも前向きに受け止められている面もあります。
また受託した社会福祉法人の頑張りもあり、おおむね保育の質の担保も保障されており、保護者の評価も良いように聞いています。しかし今、子ども・子育て支援新システムが、支援システムが動き出し、国の方針に沿ってアンケート調査や子ども・子育て会議など、多摩市でも進められています。そもそも子ども・子育て支援法は、保育関係者や保護者、保育研究者から批判が噴出した子ども・子育て新システムそのものであり、今一度子ども・子育てを支える学童保育の社会的役割を問い直してみる必要があると思います。特に民間委託化されてしまうと、直接契約を原則とする新システムになるとすれば、困難を抱える養子縁児の受け入れを排除される心配もあります。学童期を生きる子どもたちの育ちに、市としても責任を持つべきと考えます。私は今回、障害児や養子縁児対策を中心に、学童クラブの諸問題をただしたいと思います。1、学童クラブの委託化が進む中、障害児・養子縁児対策はどう進んだのか伺います。また今、家庭的な養育困難性などもあり、養子縁児が増加している傾向があります。公設・公営も含めてその対策に前進があったのか、また今日の課題は何か伺います。2、障害児・養子縁児を受け止めていく上で、丸1、子ども家庭支援センター事業等の関係機関による個別協議、丸2、養子縁認定に関するエリア協議、丸3、専門機関による巡回相談、は重要な役割を果たしてきました。施設長、館長、市職員、スーパーバイザーを含め、子どもたちの課題や保育について深めることは、今後もますます重要です。現在のこうした協議や相談について、今後どう継続していくのか伺います。3、多摩市学童クラブ連絡協議会からは、毎年のように障害児の放課後の居場所の確保の要望が出されていますが、市側の答えはいつも同じです。6年生までの受け入れは障害児のみならず、国の方針でも謳われています。多摩市では現在、学童クラブによる受け入れ以外の障害児放課後対策として、市内にある民間の児童デイサービスがあります。これらの事業所は自立支援法に基づく運営になり、事業所としての苦労もあります。また、連協への市の回答では、卒クラブした障害を持つ児童や養子縁児の多くが、放課後の居場所として児童館を利用している実態があるとしています。これは大事なことです。児童館の職員の子ども・子育て支援の力量は優れたものがあり、地域でも認められています。児童館の民間委託化はすべきではありません。また、保育の質を担保する意味からも、児童館併設の学童クラブは、公設・公営を堅持し、子ども・子育て支援法移行後も健在にしておくことが、企業等の進出を防ぐ上でも必要と考えますが、見解を伺います。4、多摩市内でも放課後子ども教室が行われています。地域の力を借りた取り組みは評価できる面もありますが、学童クラブの肩代わりにはなれないと思います。特に障害児や養子縁児については、保育や支援に専門的な力量が問われます。放課後子ども教室や、また多市で行われている全児童対策事業についての市の見解を伺います。5、多摩市の子ども・子育て会議の目指すものは何なのか伺います。学童クラブについては、民間委託が進められる中、施設の配置基準や職員配置基準等を明確に作り、その財源についても明確化することが必要と考えますが、いかがですか。大きな2番、ニュータウン再生への課題を考える。東京都は昨年度、2012年度、多摩ニュータウン等大規模住宅再生ガイドラインを策定しました。また多摩市ではそれに先駆け、多摩ニュータウン再生に関わる調査検討報告書を出しています。東京都の再生ガイドラインでは、その中で住民や NPO なども含めた円卓会議による検討を提案しています。多摩市はこうしたその提案を受け、学識経験者や東京都都市整備局、都市再生機構東日本、多摩市などで構成する多摩ニュータウン再生検討会議を2013年7月22日からスタートさせました。多摩ニュータウン再生検討会議では部会を設け、都市構造広域課題チーム、団地建て替え検討チーム、町活性化検討チームを設置し、2014年1月には再生方針案を示し、2015年には再生方針策定を目指すとしています。この中では、第一次入居時の対象となる諏訪・長山後郷地域を視野に入れ、長山駅を中心にしたコンパクトシティの都市構想も示されています。私は駅周辺に特化した街づくりではなく、ニュータウンに集中する公団住宅、UR 都市再生機構住宅
や都営住宅などの賃貸住宅、また分譲住宅や戸建て住宅なども含め、ニュータウン再生に結びつけることが大事だと考えます。1、ニュータウン再生検討会議で検討されている近隣住区を生かしたコンパクトな都市構造への再編について、立地に応じた多様な住機能の提供などを目指している構想などについて伺います。2、リニア中央新幹線及び県央道整備に伴う周辺市との連携、各広域連携とは何か、また多摩市としての一番の特色である住宅環境の良好な保全こそ私は必要と思いますが、そのこととの関係はどうなのか伺います。3、団地建て替えを含む築年数が古い団地について長期修繕、建て替えを含めた住民への支援を市としてどう考えているのか伺います。4、町活性化について高齢者や障害者も含めて安心して住み続けられる住環境を作っていくべきだと考えますが、町活性化（括弧ソフト）検討チームからの報告ではなかなか見えてきません。市としての考えを伺います。以上、ご答弁いただいた後に再質問をいたします。はい、安倍首相。それでは安西議員のご質問にお答え申し上げます。 1-1 についてお答えします。学童クラブでの要支援児の育成は児童の特性を把握し、生活や安全面でどのような支援が必要かを個々に判断することが重要です。委託化を進めるにあたり、面接の状況や関係機関からの情報をもとに、学童クラブの職員とその学童クラブを所管する地域の児童館長（エリアの館長）を受けが発達状況表を作成し、支援内容の的確な判断や指導方針の共有化をさらに進めています。具体的には、すべての学童クラブが同じ基準で支援の程度を判断できるように、発達状況表の抜本的な見直しを行い、マニュアルを整備するとともに、ベテランの職員でサポートチームを新たに編成しています。要支援児が増加していることによる課題としては、パニックを起こした際に他の児童とのトラブルを避け、怪我や事故に発展しないよう迅速で的確な対処が求められる状況が増えていることです。また学年が上がると体力も増し、興奮状態を抑える職員も指導方法の工夫や体力が一層必要であったり、行動範囲が広くなることで所在が不明になった場合の対応に苦慮するなど、児童の成長とともに新たな課題が発生しています。2についてお答えします。児童館や学童クラブの職員は事例を通して対応を学び、知識を積み重ねていきますが、支援を要する児童の状況は個々に異なり、見立てや対応について専門機関や専門家のアドバイスも重要になります。また本人以外に課題があることも多く、関連する機関が連携し統一した方針で対応していくことが必要であると考えます。このためエリアの館長が中心となり、児童館・学童クラブの職員や施設長、学校の教員等とも協議し、子ども家庭支援センターや児童相談所をはじめとした関係機関と連携した対応が取れるよう、今後もマネジメントを進めていきます。3についてお答えします。現在学童クラブでは特に必要な場合は4年生まで受け入れを行っていますが、学童クラブを卒業した児童の多くがエリアの児童館を利用しています。要支援児の対応は乳幼児期から児童館を利用して顔なじみであったり、学童クラブとの情報共有をする中で接し方や関わり方を引き継ぐことができ、児童にとって安心のできる指導員がいることが児童館の大きな強みとなっています。また青少年問題協議会の地区委員会等とも連携し、地域活動を通じてコミュニティの活性化にも大きな役割を果たしており、こうした強みを生かして当面直営を維持していく考えです。4についてお答えします。本市の放課後子ども教室は現在市内の小学校13校と中学校1校で実施しており、子どもたちは自由に遊んだり学んだりしています。この教室は基本的に全児童を対象とした事業ですが、特別な資格や技能を持たない保護者や地域の方、あるいは大学生などボランティアによる指導や見守りであることと、週1日から2日の実施ということから、障害児や要支援児の毎日の放課後の見守りは難しいと考えています。今後、
市内のすべての小学校で実施できることを目標に、未実施校については学校の事情をよく聞きながら円滑に解説できるよう働きかけてまいりますが、他市の利用状況も低学年の児童の利用が中心となっている現状です。このことから本市における全児童対策については法的根拠も事業の目的も異なる児童館、学童クラブ、放課後子ども教室というそれぞれの事業が地域における子育て支援として連携した取り組みとなることが必要であると考えています。5についてお答えします。国は子ども子育て新制度に基づく放課後児童クラブの基準等を専門委員会を設けて検討しており、年内をめどに報告書としてまとめていく予定と伺っています。このため国の基準の内容と多摩市の現在の基準を照らし合わせ、多摩市の特性を捉えた育成の水準や質の維持も考慮し、多摩市子ども子育て会議の意見等も伺いながら、条例や学童クラブ、指導要領等の変更を通して事業運営に反映していきたいと考えています。次に 2-1 についてお答えします。多摩ニュータウンはいわゆる近隣住区論をもとに原則として1中学校2小学校を住区とする区域に近隣センターや近隣公園などを計画的に配置して整備されています。これにより良質なオープンスペースや緑道、歩行者専用道路等の歩車分離による安全な街が実現しています。一方、多摩ニュータウンの計画段階から半世紀近くが経過する中、自家用車の普及や人口減少、急速な少子高齢社会の進行など計画策定当時には想定できなかった社会状況の変化を背景に、例えば駅近くへの居住ニーズの高まりなど当初の土地利用計画では予定していなかった状況が見受けられるようになってきています。本年7月に立ち上げた多摩ニュータウン再生検討会議では、こうした課題等を踏まえた都市構造の再編イメージとして近隣住区を生かしたコンパクトな都市構造への再編について検討しています。この中では地域を駅前圏、駅徒歩圏内、駅徒歩圏外の3つに分類し、それぞれの特性に応じた機能誘導について整理し検討することとしています。駅前圏においては多様な機能の導入や住宅供給の在り方を検討すること、駅徒歩圏内においては一定の高度利用も許容した多様な住宅を誘導すること、また駅徒歩圏外においては低層中層で低密度のゆとりある住宅を誘導するとしています。今後こうした大きな方向性を広く共有し、分譲住宅や賃貸住宅のリニューアルの際に具体的な取り組みとして生かされるよう引き続き対応してまいります。2についてお答えします。多摩ニュータウン再生の検討には多摩市内における動きはもとより、市外における種々の広域的事業が影響を与えることになりますので、これらに留意する必要があります。中でもリニア中央新幹線の整備や圏央道の完成により、今後橋本駅、相模原駅周辺への初機能の集積が進むと予測されることから、地理的にも近く鉄道で直結されている本市においても事業所等の進出や住宅需要の増大などが期待できます。本市としてはこうした機会を町づくりに生かし、町のにぎわい創出につなげることが重要であると考えています。なお、ご質問のリニア中央新幹線のような広域的な事業の動向と良好な住環境の保全の関係についてですが、これらは対立するものではなく、多摩ニュータウン再生の検討を進める上ではいずれも考慮すべき重要な視点であると捉えています。3についてお答えします。多摩ニュータウン開発初期に建築された集合住宅では、建築物や設備の老朽化に加え居住者の高齢化に伴い求められるバリアフリー機能の不足など集合住宅特有の問題が表面化しています。特に昭和56年以前の旧耐震基準で建築された分譲集合住宅では、耐震診断の結果によって管理組合が耐震補強を行うを伴う大規模改修工事を行うのか、あるいは建て替え事業を選択するのかといった大きな決断を迫られるケースもあると考えています。市といたしましては、
こうした分譲集合住宅の課題に特化した住宅セミナーの開催や住宅アドバイザー派遣制度を活用し、管理組合が抱えている課題の解決に向けて支援を行っているところです。また、建て替え事業では準備段階で管理組合の経済的・精神的な負担が非常に大きくなることから、マンションの建て替えの円滑化等に関する法律に基づき、各種情報提供を行っています。さらに、一定規模以上の分譲集合住宅が建て替え推進決議を行った場合、国との助成度を活用した合意形成支援のための助成制度もあります。今後も諏訪2丁目住宅マンション建て替え事業で培ったノウハウなど最大限活用し、居住者が安心して事業に踏み出せるよう環境整備と支援体制の充実に努めてまいります。4についてお答えします。町の活性化については、都市構造や広域を意識した取り組み、団地の建て替え、その他ソフト事業等の相乗効果により創出できるものと考えています。高齢者や障害者も含め、市民が安心して住み続けられる環境づくりのためのシナリオを本年度作成しています。今般市内で展開されている移動販売についても、スーパーマーケットや商店の撤退などにより買い物に不便が生じている高齢者をはじめとする市民の生活支援策の一つとして、市と事業者との共同により取り組みを進めているところです。今後再生方針の策定を進めていく中で、全庁を挙げて課題の共有と合わせ、第5次多摩市総合計画基本計画におけるそれぞれの施策の方向性も踏まえ、対応策の検討を進めてまいります。以上です。この際暫時休憩します。再開は午後1時といたします。